はい、じゃあそれでは始めていきましょう、第242回系譜ゼロニウム紅白戦スタートします。はいはい。ちょっとね、まあ大丈夫です、多分大丈夫で、はい、本日、まあ、ちょっと見ない方もちらほらいる感じで、はい、20人はまあいないぐらいですかね、今のところは。で、最初が久しぶりですね、安藤さん、救急神、まあ、救急2000の頃が安藤さん全盛期っぽいですからね。全国規模の大会も2000で取ってますしね。で、2P が結構久しぶりな感じのミッシーさん、かなりいい動きをするプレイヤーですね。の一戦、あ、なんかそっか、バキュンさんのイメージが強いのかな、レオナ・マチュアのセットとか。そう、 YG さんとかもサブでレオナとか使うからね。さあ、まずはミッシー、続いてカスミ。さあ、まあ安藤さんはこのゲームはもうほとんどやってないと思いますが、ちょっと状況は苦しいですね。しかし狙いすました駒投げが入って、おっ、八木さんもやる技が見えましたね、今強パン中のアテミ。うん、はい、あれ見るとやっぱちょっとなんか嬉しくなっちゃいますね。まあ、霞が粘ってもゲージも溜めつつ体力もほぼ温存状態ですね。お、上は隠っている。まあ、これはそうですね、本当にうまっ、乗っかられた時が相当レオナがきついんですけど、それ以外のところでダメージ取ってますね、安藤さんは。さあ、ダメージ、うっ、かくったか、ギリギリ。あれ出してたらどうなんだろうな、マスターつかんのかな、なんとも言えないところでしたが。さあ、大将がアンディ、安藤さんはもうずっとこのチームですね、稼働当初からもうこれだった気がする。まあ、ここはミッシュさんは仕事していきたいですね。ここでディナゲ通って表後転を選択。はい、はい、このレオナがいいところはこのジャンプ D が本当落としづらいですね。お、まあ、出す出さないの読み合いも仕掛けやすいといったところでしょう。お、ここは早出しのジャンプ D、 あとそのちょっと前にその俺が10先をキャプテンとやった時にナルトさんが喋ったんですけど、相当高評価ですね、コメントも皆さんも喜んじゃって、俺ももちろんですけど。あ、そんなこと言ってる間に決まれば終わる、いい判断ですね、早めに仕留める。さあ、 1P 側シャンフェイ見習いさんですね、もう常連な感じがします。まあ、これもなんかちょっと職人対決っぽいですね、キャラ的に。で、ナナさんの実況がすげえ良くて、ちょっとね、機会があればね、これからもちょっとお願いしていきたいんですけど、コメントでも書いてましたね、なんでこんないいのにもっと出ないんだみたいなね感じで。で、よりたい量、あ、この勝利がね、やっぱ強力なんで、より側はぶっ込みが強いですけど、なかなかそれもちょっと行きづらいですよね。しかしここは隙をついて NC、
イオリみたいなキャラだとあいいですね、今みたいな反撃がしやすいんで、結構キャラによっては近づいていかなきゃいけないから確定させるのが難しかったりしますね。さあ4つ目まで決めて続かず決まる。さあミシさんやはり動きがいい。さあターンがなかなか入れ替わらないところ、あうまい、あうまいな。いやーいいのが刺さってしまう。これもダメージとゲージダメと置き攻めがついてくるのが強力ですね。さあちょっと防戦一方のところですが、ガーキャンでなんとか切り返して中段当たる。さあここはターンが変わろうかといったところにまたもミッシーさんが切り返して、ガクラも近いので使うしかない。ミラージュ通って残り数ドット、あうまいな。なんかやっぱ強パンとかに目が行きがちですけど、あの沖の NB もなかなかいい性能してますね。あこれもまあちょっとお互いが難しそうな組み合わせですが、まあ、キングにちゃんとやられると厳しそうな感じするよな。まあ、あの主力のレオナのしゃがみが結構吹っ飛ばしとかに駆られるので、なかなかちょっと振りづらい場面もあるんですけど、かといって飛びに対してキングがなかなか冷たいので難しいところですね。あうまい落としている。あこれはまだ落ち着いてますね。うまい。さああの遠距離からの V スラが刺さる。さあワンピアアカリン、ジャガイモコ、ナスオクに勝てないぞということで、まあ、今多分結構2人伸びている中でいいあれですよね、関係ですよね。たまんナスオさん相当やってるっぽいからな。先頭戦はヘリーより、さあ飛ばしを重ねて、さあちょっと鬼焼きが出なかったか。あうまい。さああの金ではおそらく D 投げを狙ってんのかな。さあミッシーさんは落ち着いてますね、近場でも。前転に投げ、ああこれは本当ね、これ見るたびに思うよね、あーってあれねテリー、あそこがね、あそこさえどうにかなれば結構持ってるもんは持ってるからな、惜しいよな、あそこが難しいところだもんな。おさあ狙いうまかったが決まらず、しかしまだちょっと、まあ、よりは結構おかわりできそうな感じがしますからね。あしかし発動状態がここで切れる。あうまい。これはなるほど、まあ、距離的には消費はあれしか繋がらないですね今のね。あうまい、突っ込んでしまう。意外にああいうの嫌だよね、ああいう俺絶対当たる自信があるもんね、ああいうの。慌てみとってさあ D 投げ通して、まあまだまだ全然ありそうな感じしますね。これは徐々に追いついてくる。これもなんかビリ側にリード奪われるとすげえ面倒くさそうだな。
レオナの崩しは本当近づかないとね、なかなか始まらないですからね。これは裏から繋がらず、NC も隠らず、 IB が終わり際にヒットして、なんかレオナもちょっと前転に対してはなかなかちょっと難しいっぽいね。うん、ちょっと難しいよね。さあ対象がマキシマ、お投げて、さあ読まれていたか。うわすごいすごい狙いだったけど、フォアジャックパンが当たる。あそこ決まってたらもしかしたらもう終わってたかもしれないね、パスコンだったら。これもまあレオナもマチアもマキシマは相当大変そうですが、攻撃は出していたがかくらず、そのまま初コン。これはまあ使うかな、決まりはしないか。お死んだ、減ったー。さあここで出てくるのがシエさん、シエさんは俺の先輩ですからね、もう言ってしまえば。さあこんな感じで、蹴り出したいよりから、これもまあ見なくはないぐらいのカードだと思うんですが、これ結構蹴出しが難しい組み合わせだと思うんだよな、まあ、よりはもちろんのことでしょうけど。蹴出しの対応力も結構必要ですね、これはね。よりもいろんなタイプいますし、ここ当たらず正面。さあ C で切り返して、ああなるほど、さんは結構やっぱなんか順番結構変えますね、いろいろね。さあ2番手がアンディ、さあ痛い一発から乗って岩投げ。ウスさん結構的確ですね、打つところで着実にダメージを奪いつつ、守りが硬いんでなかなかシエさんもやりづらそうな感じです。証券を避けてユリオリ、あー苦しいな。でもユリはもうそうですね、ぶっこんでもいいぐらいの感じですからね。さあ空対空もしっかりして、さあシエさんはなんとかでかい一発が欲しいところですが、まあその一発も打てるゲージ量ではない。さあ表からこれは死ぬか死なないか、残って、さあ防いでいる。おお、今日もできればナルさんとかね喋ってもらいたかったんですけど、ナルさんがもうなんかアシュラみたいになってるんでもう対戦の鬼になってるんでね。うわーうまいな。あーさあ、アンピは、ガイア富士見大天、ガイアってあのガイアかな、
なるほど。さあ、まあ、あれですね、夏さんの弟子的な富士見台の。そうなの。さあ、夏さんちょっと、いや今日はまあ、富士見台の地元の手振りです。それを座って喋って好評だったから。そう、ナウさんの実況がコメント見ました。あの動画見てないですか。見てないっすそのナウさんが喋った時のナウさんのもう実況がすごすぎて、なんか試合に集中できないぐらいのコメントもありましたから。マジですか。なのでちょっと弟子の試合ということで。でもちょっと名前が完全に、うん、はい、まあ、名前はまあまあまあ、ガイア夫人、ガイア、はいはい、いいでしょう。お、いいでしょう。行きましょう。お、おしゃれな感じのコンボが。これはやりづらい組み合わせですね。結構ね、レオナにゲージがあると。そうですね、これ本当ジャンプディガンも邪魔すぎて。いや本当そうですよね。アインとの相性もあんま良くないし、めんどくさいですよね。あとジャンプディ出すか出さないかのあの読み合いが、ね、レオナの対空持ちづらいっていうところもありますね。ケイダスが対空取りづらくて、でアイン適当に打ってると V スラ刺されて。そうですよね。いかに1回もううまくダメージ減らさずにぶっ込めるかっていうか飛び通せるかっていうところが。そうですね、全てではないですけど大事ですね。いいのが入る。死んだ。しっかりシュートを届いた。俺の教えです。なるほど、さすがですねナルトチルドレン。これはちょっとマチュアとの経験がちょっと多分ないと思われるので苦しい感じになりそうだ。多分次のアマチュアは教えてなかったんですよね。ほとんど教えてないかな本当は。まあでもこれはもうやり合いみたいな。ネームレスはやっぱり相手のキャラ対策とかよりもこういうのがね、もう突っ込んでいくだけでも強いキャラだから、コンボはしっかりできる。うまい。あー、金三段だった。あー、レオナ、あ、うまい、うまい。うわー、惜しいな。うまいけどコンボを見せてしまう。こうなるとちょっとさすがに巻き返すのが厳しい。あー、うまい。ゲージが残ってた、まだ。あー、いい勝負。あー、おー、マジか。今のすごかったな。今の地元の、はいはい、手振りプレイヤーズ、今日はそうですね、富士見台の2人が、初期さんもね、何回かお会いしてるから、はいはいはい、ね、まだ始めてそんな長くないんでね、ケオフの歴がまだ2年経ったかな。まあでも 02M しかやったことないプレイヤーで。あー、うん、さっきちょっと対戦したんですけど、このゲームだけからっていうか初めて、ね、なかなかというかすごいですね。そうですね。ちょっとトルネードが出ないか。でもこのミッシーさんもやっぱ強いですよね。ミッシーさん今日さらにしかも乗ってる感じしますね、うん、まあ乗り合いもやっぱやったけど結構強いですよね。強いですよね。ちょっとキングが苦しい展開。生発動で残り1ゲージを使っていく。しっかりあー、これうまいですよね。そうですね、先ほどから相当これみんなもらってますね。禁止を押すっていうのは、うん、よりは絶対やるべきな行動だと思うんですよね。あれはおじさんの得意技ですね、あれね。おっと、前転が噛み合って、置き攻めはうろうろしてくず風。あれあれ、何今のくず風から、なんか金鋭前鋭ですね。K ダッシュ限定。ああ、なるほど。じゃあ
クリスとかアンヘル、あーなるほど、2段目までしっかり当たるんですね。あーあの前への2段ね、ダメージが高いから、なるほど、しっかりそこら辺も煮詰めてる。そうですね。さあパオ1枚、まあでも結構シメイ君パオに地元で対戦してると定評はあるので、なるほど、まだまだって感じですね。ちょっとゲージは厳しいとこだけど、うまい、走り込んで上りへ落下。これどうなんだろうな、なんかちょっとパオ側がやりづらそうな、ダメージ取りに行きづらそうですね。行きづらそうですね。あ、いや奈落に対して、あー、今狙ったのかな、暴発か、爆発して、あーっと、あー表裏が見えない、これはちょっと苦しい、発動コンボ刺さってもまだ殺せないし、レオナ側は寄らせない戦法で固く固く、あー、うん、ミッシーさんが、はワンピアが、初参加さんですね、ありがとうございます。さあ、まあ、ナルさん、ナルさんにね、すいませんでしたと。さあ、しめぎさんが謝ったところで、初参加さんが、さあ、チームは、あ、なるほど、両方レオナが入ってるのは珍しいですね。さあ、あれはちょっと詐欺っぽい感じですね。もうこれ結構、画面端に詰められると結構K ダッシュもフル技迷うところなんですが、そのまま押し切る。やっぱその結構言ってるんですけど、青い花に対して結構やることが限られるので、ちょっとね、あの固まりがちになるんですよね。さあフォローが効いている、こういうなんかちょっとミスのフォローとかもうまいですね、展開も早いし。さあサンカさんもしかしたらかなりやってる動きですね。さあペースをなんとか保ちたいが、体力リードを奪われているので、やはりちょっと攻めっ気を出さなきゃいけないか。しばらい通して中段刺さるが、あー燃えてしまった、まだ生きている。さあガーキャンして、あ、ここは初参加さんが止めておきたい場面、うまかったが惜しい、あ、うまいな。さあ最後は早出しのジャンプシー。さあこれ同期合戦、うわ、ほんと多分同条件だったら本当なんか我慢の試合っぽいけど、ここはミッシーさんが難なく取っていった感じですね。さあ大将がキング、さあジャンプ D 打ち勝って、ね、キングはやはり体力リードを何としても保ちたいが、うまいな。さあ惜しい、キャーっと、あ、あんな当たり方もあるんだ、距離の問題か。しっかり4ヒット、あとはない、スラが刺さって、さあよく我慢したな今、いやーうまい、いやー富士さんがだいぶ乗ってますね。さあワンピーガーがナスオさんですが、 KOF やりすぎて10キロ太った男、あっと未知ズレオというふうになっておりますでですね、はい、今日本日ナスオさんがまたお土産を持ってきてくれまして、ミルフィーユのなんか、なんていうんだこれ、なんかサクサクして美味しいお菓子なんですけど、はい、みんなで食べてたら、はい、ヤチが、あいつ本当ふざけた野郎で、そうなんですよ、なんて言ったんすか初期さん、俺言う
きなりなんかキットカットの尿とはちげえなとか言い始めて何様なんだよっていう。本当キットカットにも謝らなきゃいけなくなっちゃうよそれは。もう尿さんもハードル上がっちゃうしなるほどさあそんな感じで試合の方は多分だいぶもつれてギリギリの試合ですね。さあミッシーさんが取った感じですね。しかしだいぶ仕事した感じなんで4人の体力はあとわずか。ナソウさんやっぱ確実に強くなってますね。だから前ほんとねあのパーエス戦がほんとね惜しかったんですよ。ほんと惜しかった。あれね何回か見ちゃったからね、動画で見直しちゃったからね。試合の方はゲージ差があるものの、いやここで差が開く。やっぱ俺なんか言うとな途端に形勢が変わっちゃうんだよな。フラグを立てているようですね。さあうまく落として、おここは相殺せず空中投げしたのはレオナ。今すごい絵面だったな。さあうまい、まあ、クロスとかはやはりうまいな。中ジャンで避けるあたりやはりさすがですね。ここでさっきもあったこの組み合わせ、さあいい間合いを保つ。さあ前転なんとか通したいところだが、ここ発動。さあうまい、飛ばして落として読まれていたか届かず、うわ苦しい。うまい4ヒット。さあアミが FC さん FC さん C かっこかっこ FCCC というふうに書いてあります。 FC さん優しいですね本当に俺のミスから始まったのにもうちゃんとこうやってくれるのがね。あそうだこれはそうですね、イオリ同キャラ。あ現在結構なんか相当ミッシュさんがバランスのいい動きをしてますが、まあ、やはりこう攻めっ気のある FC さんをいなせるかどうか。これもいろいろキャラも本当難しいよな。あ毎年というかマジすげえな。なんか青い場に対してお互い出すか出さないかがまずあって、空中戦やっぱ勝ちたいから早出し気味になってそこをしゃがむかしゃがまないかみたいな難しいところですが、ここはギリギリミッシーさん。さあいい勝負ですね非常に。ミッシーさんが中堅系ダッシュ。さあ前転が惜しかったですね今。一発当てていく。さあここはきつい、前転出なかったかな。死んだか、死んだな一瞬ですね。さあからの相性がマチア。さあ開幕から攻め気を出していくが冷たい。あ画面端一発がもうでかい。さあうまい、 NC から発送 NC に行って、そして暴れる。うわここはさあお見せしていく FC さん勝利強いですね。
さあ、ムエタイカメさん、ワンピーじゃねえ、ツーピーが。さあ、もう残るは3、4、あ、もう4人ぐらいかな。ですね。さあ、これは本当なんか、一癖も二癖もある二人の対戦ですね。あ、届かないんだ、なるほど。まあやっぱあれはもうあの追加をどうにかするのが一番いいですね。さあ前転から弱攻に、さあ非常に展開が早い。タチュラン当たって見ている。さあ FC さん普段はかなりぶっ込む感じですが、ここは冷静ですね。イオリキング、この組み合わせも本日結構見ますね。さあベノムの上を越えて、さあやはり早出しはキングの方が分があるか、うまいな、読んでいた。さあここは途中で終わってしまったが、画面端継続している。ここは引っ掛けて、さあ強い早出し。さあ上は通さず、さあ徐々に詰まっていくが見ている。お互いしっかり上出てますね。走り込んで、さあ非常にいい勝負。相打ち、うわうまい。ちょっとだけやりたい感じが出ましたけどまあけど確かにあれ禁止間以外だったかもしれない。さあ何や ともあれやはりキングを仕留めたのが非常にでかいですね。うお、さあ投げ通してもう一回投げ、お前当たる。さあもう蹴出しのゲージが2ゲージしか溜まっている。ここは乗っかってしまうが、間に合うか、間に合わない。うわダッシュに奈落、鋭い。ここで大将戦、さあこれはちょっと FC さん危ないですね、状況的に。さあここは前転、さあなんとか脱出。さあ間合いを取って勝利、うまいですね。あ、うわすごい角度から入った、決まってしまう。はい、行きましょう。もふもふさん、ジョン対ジョー。さあこのラッシュが透明体カメさんの持ち味ですね。一気にもう4割ぐらい。さあここは半分ゲットして落ち着く。さあスラにぶっ刺さって、さあばかり出ないが、さあ弱三発から、さあ刺さる。ほぼこれだけで
ダメージが10割飛びましたね。上が出る。お、うまい。スカシゲダン通してアインが出ないが前が当たって、さあまだジョーが粘りを見せる。これ乗っける。K ダッシュキング。あ、やっぱ初めてやっぱキングはなかなかまだいますね、結構キング使い。あ、状況はまあまあ五分に近いと言えますが、ここで開いてくる。さあ切り返して前ビに5点。しゃがんでいる。まあけど確かになかなかキングがジャンプからのフルコンはなかなか難しいんでね。お、キングで潰した。さあ時間が少ない。お、うまいっすね。確かに上がだいぶ出てますね。今のはかなり読み切ったというか、しっかり前までダッシュで近づいての勝利。スガゼロロット、ここは避けきれない。さあ4ゲージ持ち、お互い。うっ、ギャーッ、チャンスをまず逃してしまい、うわこれは危ない。裏向き。さあガードには成功したが2ゲージ払ってしまったので、構え刺さって、お、刺さって、ここは決まれば終わるかな。さあ出る。